はい、どうも、ねひろさんです。竹永平蔵さんがですね、あの、まあ、年金受給年齢70歳にして90まで働こうというところで、えー、話があります。まあ、リスキリングっていう形で、まあ、昔はですね、20年勉強して40年働くとでよかったけれども、まあ、長生きするようになったし、年金も、えー、まあ、ちょっと制度的にはですね、後ろ倒しにならなきゃいけない中で、えー、そこからですね、リスキリングして、えー、まああの、働けるように頑張りましょうよということを提言されてるんですけども、まあ、とんでもない話 で死ぬままで働けっていいとといううここととととかろだと思いますそれなら、もう年金制度をぶっ壊してあ、ベーシックインカムにするとか、あるいは、そのお、まあ、生活保護よりもですね、安い年金であれば、もうとっとと生活保護に移行させる方が、あの治安も安定するし、えー、まあ、なんていうんですかね、納得感があるというようなことになると思うんで、えー、まあ、あの、派遣をね、えー、生み出した、あんたが何を言うてんねんという感じで見ておりました。以上です。